有心バトルスタート。なんですけども、キッズとは思えないぐらいの、フレーバーですねを相手にしっかりとぶつける、これなかなか大人でもできないんですけど、そういったしっかりこう相手に対して俺はかっこいいんだぜっていうのを体で表現するスタイルが、特徴的だったと思います。
そこに合わせて、パワームーブの、完成度ですね、こちらもで先ほどお伝えした通りスイッチという、右回転をしてそこからまた左回転をする、こういった、高難易度の技、こちらフットワークもあのスイッチだったりとかっていう技はしっかりあるんですけども、このパワームーブでこの両サイドの両利きでやるっていうのは大変難しい技になっております。さあそして始め、はじめもですね、先ほど私がお伝えした通り、2人とも、こうフレーバーがしっかりとしていて、そこでですね、そのパワームーブをしっかりと自分のフローで返す、自分の雰囲気で返す、そういった技をですね、しっかりと繰り出しつつ、こちらも高難易度の技をしっかりと、決めて相手の蹴散らせるぞっていうのをしっかりと体で表現していた、バチバチないい試合だったと思います。さあということで、はい、ジャッジの方出ましたので、皆様こちらのモニターにご注目ください。それでは行きましょう。 3,2,1 ジャッジ。 Yes! 勝者はレッドサイド、はじめ。ブルーサイドの勇士にももう一度大きな拍手をお願いします。